コンチリアトーレ、イタリア語、イル・コンシリアトルは、1818 18年9月3日から1819年10月17日の間に、オーストリア帝国支配下のロンバルド・ベネト王国で、刊行されていたロマン主義文学及び政治を扱う雑誌である。ビブリオテイカ界イコールイタリアーナから脱退したシルビオ、ペッリコやジョバンニ・ベルシェが創刊した。雑誌名。 コンチリアトーレはイタリア語の形容詞で、怪獣のための、朝廷のためのという意味である。イタリア語での正式な雑誌名は、イル・コンシリアトルと、監視がつくが、形容詞に監視がついた場合その意味は、朝廷者となる。オーストリア帝国の支配下に置かれていたミラノを中心とするロンバルド・ベネト王国では、地政学的な背景から、極端な反乱分子の弾圧や、 言論統制などが行われておらず、代わりにビブリオテイカイコールイタリアーナという雑誌を刊行することで、イタリア人文学者を介して、ドイツ文学に代表される外国文学を紹介し、ゲルマン民族的な思想を広めつつ、イタリア文学やイタリア的伝統への個室を止めさせることが狙われていた。この時代には、ミラノがかつて存在していたイタリア王国の首都であった、経緯から、 シルビオ・ペリコ、ウーゴ・ホスコロ、トンマーゾ・グロッシ、ビンチェンツ・オ・モンティ、ピエトロ・ジョルダーニ、カルロ・ポルタ、ジョビータ・タスカルビーニ、ジャン・ド・メニコ・ロ・マニオ氏などの有力な文学者が集結していた。また、アレッサンド・ロ・マンゾーニ、ピエトロ・ボルシェリ、ルドビーコ・ディブレーメ、ピエトロ・ボルシェリ、ジョヴァン・ニ・ベルシェなどがミラノで経験を積んでいた時期にも重なり、ビブリオテイ・カイコール・イタリアーナ氏はこういった。 イタリア人文学者の執筆者を多く抱えていた。そしてイタリア語での執筆や自由な言論が許され、このことから発刊に対して大きな反発や批判はなく、相関当初は順調であった。しかしながら、当時のプロイセン王国やフランス、イギリスなどでは、ロマン主義が流行し始めており、ビブリオ定界コールイタリアーナによりそれがイタリアに流入。執筆者の間で、 古典主義とロマン主義の対立が発生し、ロマン主義者たちは、ビブリオテカイコールイタリアーナを次々に脱退した。この脱退が、コンチリアトーレへの相関に結びつく。脱退者のうち、シルビオ・ペッリコ及びジョバンニ・ベルシェは、ロマン主義を啓蒙するため、ペッリコと交流があったフェデラーティの黒幕的存在である、解明貴族、フェデリーコ・コンファロニエリア、起業家、 ルイージ・ポロ・ランベル・テンギーの積極的な資金援助を受けて文学及び政治を取り扱う雑誌、コンチリアト・トーレオ1818 18年9月3日に、創刊した。ペッリコト・トベルシェの他にも、ピエーロ・マロンチェリ、アデオ・ダートレッシルドビー・コ・ディ・ブレーメなどが創刊に協力し、雑誌の印刷を受け負ったのは、ヴィンチェンツ・フェルダーリオという愛国的な活版印刷業者であった。 またその後、ジャンドメニコ・ロマニョーシやメルキオーレ・ジョイや、ジュゼッペ・ペッキオ、エルメス・ビスコンティなどが、執筆者としてこの雑誌に参加。アレッサンド・ロマンゾーニや、ウーゴ・フォスコロも、亡命や、社会的立場を理由に参加こそしなかったが、コンチリア・トーレに、積極的な協力者であった。この結果、コンチリア・トーレは、イタリアにおけるロマン主義運動の中心となっていった。 コンチリアトーレの内容は主に科学、文学、芸術、農業、経済学、哲学などであり、政治分野を除けば、革命的要素は、ほとんどなかった。しかし、古典主義や伝統文化を重んじるオーストリア帝国は、ロマン主義者が中心となって創刊されたコンチリアトーレ、を創刊当初から警戒し、ロマン主義運動の中心となるにつれ厳しい検閲を、課していった。 特にフェリコは当局から強い圧力をかけられており、1819年10月26日には逮捕され習慣こそされなかったがこれ以上政治的内容の出版物を発行しないよう警告を受けた。その結果1819年10月17日の号を最後にコンチリアと俺はわずか1年で廃刊した。なお、その翌年には 相関に携わったペッリコとマロンチェッリは逮捕されている。ありがとうございます。